武士の陰なる奮闘によって上杉軍を阻んだ信玄は上洛の兵を挙げた。しかし京を目前に病に没する。信玄を欠いた武田家は織田信長に滅ぼされ、その信長もまた本能寺に果てると空白となった武田領をめぐり東国は混乱する。 これを勢力拡大の好機と見て取った家康は北条氏康と呼応し、真田家の居城上田城に攻め寄せた。救援に駆けつけた直江兼続や前田慶次だと意気投合する雪村の姿を見守りつつ、くの市はただ主の城を守るべく奔走する。 戦況も我らの優勢、皆の者勝利は近いぞ。徳川家康何するものぞ。真田の戦は気力十を我ら一生の策は。じゃあみんな存分に暴れるか。さて頃合いよ。矢を放て。行くぞ。 敵を一気に押し返せ。なんと城内に誘い入れたわ。このためか。やむを得ない。前線の部隊を城下まで引かせよう。 正幸、主がため生かしておけぬ。忍びが動いてるみたい。私が行かなきゃ。行くぞ。火の手が上がったようだな。ほら出番だぜ。分かっておる。わしに指図するでないわ。 Yes!
目が離せない。
飛ばされた猛録したぜ。あばよ。はい、はい、お達者で。怪力姫にもよろしく。みんな、ようやった。我らの勝利じゃ。